こんにちは、日野です。自分 の、 先祖のルーツを探っていくことで、自分の中にはですね、こう藤原氏とつながるのかなっていうところが、見えてきたんですけれども、藤原氏というとですね、藤原の鎌足り、それから藤原の不人とかそういう存在がいますけれども、藤原氏の祖は、藤原の鎌足りですね、中田無二の鎌足りで藤原姓をもらったということで藤原の鎌足り、そして藤原の不人で、この不人が日本書紀とか、古事記を、作っているわけですけれども、作成に関わっているわけですけど、おそらくその聖徳太子の指令があってですね、日本の基礎を築いて、そこからその指令のもとに古事記日本書紀も編纂されているというところで、古事記書日本書紀っていうと、一説にはですね、やっぱりこう権力者側のねものだということで、勝者の歴史であるっていうことで、そこにはこう敗者の物述べしとか、そういった物主系のね、国とこたちとか、そういったものが、消されているんじゃないかと、いうことも言われていますけれども、だからといって、それらが価値がないものかっていうと、決してそうではないと僕自身は思っています。で、むしろいろんな仕掛けが施されていて、古事記っていうのはまさにこう旧約聖書みたいなもので、聖書の日本版っていう感じなんですよね、見ていくと。で、もともと日本に来た人たちっていうのがですね、古代ユダヤの流れを組む民族で、古代イスラエル十氏族っていうのが日本に来てます。で、これもとんでも説に言われますけれども、実際見ていくとですね、そのみこしとかおみこしが契約の性質であるとこうほとんど同じであるという構造とかですね、神社の構造配置も古代イスラエルの幕屋って言われている、移動式神殿と同じであるっていうことを見ていってもですね、やはりその文化が日本に入ってきているというふうにしか思えないわけですよね。逆にそれが否定できない、それを僕自身初めて知った時は、正直すごく違和感というか、嫌な気持ちになったんですよね。日本は日本独自のね、もともと文化を発展させてきたんだと、他から入ってきて、その他の文化が日本になったっていうのは、それを認めないという感じだったんですよね、初めは。それ飛鳥清久さんと三上武さんの秦氏の本とかね、いろいろ神武天皇の本とか読んで、初めびっくりしたわけです。そんな説があるのかと。で、古代ユダヤの人たちが日本に来てるって言ったとしても、にわかには信じられなかったわけですよね。ただこう説明を聞いていると否定できないなっていうのも正直ありまして、で、そこは見ていかなきゃいけないなっていうのを思ってて、それをずっと見ていくとですね、やっぱり結論としては古代イスラエルの人たちが日本に来てるのは間違いないなというところになっていったわけです。これは賛否両論あると思うんですけれども、普通に常識的にね、その歴史学者とかは、否定しますけれども、素人目で常識的に見てもそういう人たちが来てるとしか思えないわけです。いろんな文化風習を見ても。で、日本という国は、そういうルーツがあると、ただいくつかのこう流れがありますので、そのあたりをね、こう細かく見ていくとまたいろいろあるんですけれども、ただそういう、古代イスラエルからの流れが確実にあるっていうことですよね。で、新約聖書の時代においてもですね、イエス・キリストが十字架にかかり死んで、そして3日後によみがえった後にですね、原始キリスト教団、これが秦氏の正体なんですけれども、エルサレム教団っていうのがあって、原始キリスト教のエルサレム教団、この人たちがですね、ある時忽然と消えている。で、実は東に移動してシルクロードを通ってですね、日本の方に、朝鮮半島を経由して日本に来てたと。で、それが、応神天皇である。応神天皇イコール神武天皇でもあるんですけれども、そういうことでですね、結局
は、日本に来てるということが分かってきているわけです。だから、旧約の神谷と旧約の神と新約の神がですね、日本には、存在するということですよね。でそれが姿を変えて日本では信奉されているということですよね。ですから日本の、神社神道を突き詰めていくと、結局旧約聖書新約聖書の神が、そこにいるっていうことですよね。アマテラス大御神っていうのがイエス・キリストであり絶対神ヤハウェであるっていうことになります。そういうことを見ていくと藤原の不人とかっていうのは決して勝者で、こう勝者の歴史によって古事記日本書紀を作られたというだけではなく、実はですね、そういうさまざまな国仕掛けっていうのを施していて、それによって日本の本当の姿を覆い隠している。でそれは覆い隠して封印してるんですけれども、鍵を与えて、鍵を見ていくとそれが解けるようになっている。でどんどんこう鍵が解かれて明らかになっていくと日本の真の姿が浮かび上がってくるっていうことですよね。でそうなるように仕掛けていますので、日本の本当の姿っていうのはですね、これからどんどん明らかになっていくっていうことになります。そういうふうに藤原氏が仕掛けたっていうことですよね。そうやって見ていくとですね、藤原氏の末裔というのがですね、逆にその仕掛けを解く人たちに、なっていくっていうことだと思うんですね。その飛鳥昭さんっていうのも旧姓じゃないんですね。本名は佐藤さんって言いますから、佐藤っていうのは藤の藤ですから、藤は藤原氏と、関わりがある、名前に藤っていうか藤があるっていうのは、藤原氏との関わりが言われてますから、藤原氏が名前を書いてね、どんどんこう散らばっていったということですよね。ですから、そういう役割があるんだと思うんですね。そういうふうに見ていくと、これから日本っていうのもどんどん本当の姿が立ち現れてくる時代に入ってるんじゃないかなっていうふうに思います。でも時代はですね、本当大詰めに来てるなっていうのを感じるんですよね。新型コロナもそうですし、それによって一気に世界が変わってきて、でどんどん独裁社会というのか、管理社会になってきている世界がですね、そういうので時代はどんどん変わってきてますけれども、週末に向かって、激変が起こってくるっていうことが、これから起こると思います。そういうことでね、ちょっとすいません、ダラダラのグダグダの話になりましたけれども、日本の本当の姿っていうのはですね、これから見えてくると思いますし、僕自身もそういったことを伝え、していってます。でメルマガでもね、非常にマニアックな話でお伝えしているんですけれども、そのあたりですね、興味があればね、またご覧いただければと思いますので、今回は以上になります。ありがとうございます。